つぶってどうしたの？寝不足？ううん、違うの。家トレしてて。家トレ？家トレってなんだろう。みのりちゃん、アイドルになるために放課後も屋上で練習してるし、家でもトレーニングしてるから家トレって言ってるとか。お羽ちゃん？あ、ううん、なんでもないよ。それで家トレってどんなことをするの？最近このアイドルの DVD 何度も見てるの。歌もダンスもすっごく可愛くて。それでね、私がやってみたらどんな風に見えるかなってするのが家トレなんだよ。実際に踊ったり歌ったりしてみるっていうこと？ううん、ご近所さんに迷惑になるから歌も踊りも頭の中でイメージするの。イメージ？それもしかしてイメトレのことかな。イメージトレーニングの略で。あ、ほんとだ。そうそう、イメトレ、イメトレ。間違えちゃった。そういうこともあるよね。でもすごいな、学校でもイメトレするなんて。みのりちゃんは頑張り屋さんだね。そんなことないよ。アイドルを目指してる人ならみんなこのくらいはやってるはずだもん。それを当たり前にできるんだから、やっぱりみのりちゃんはすごいよ。そんな、本当に全然大したことじゃないってば。熱心って言うなら私より。ほら見て、しほちゃん音楽聴きながら手を動かしてるでしょ。あれってきっとベースの。ああ、なるほど。すごいよね。何？邪魔しちゃってごめんね。しほちゃんも今何かイメトレしてるのかなって。まあそうだね。バンドの曲を聴くときは自分ならどう弾くかって考えるから。あとは尊敬するベーシストならどうだろうとか、いろいろイメージしてる。あ、やっぱり？私もだよ。上手い人の歌やダンスって勉強になるから何度も見るようにしてるの。私が踊ったらどうなるかなって想像してみたり、自分が踊るときにはあの上手な人ならどうするかって考えてみたり。そうだね、上を目指すなら必要だよね、そういうの。何？あ、日の森さんっていつもクールだから、そんな楽しそうに話してくれると思わなくて。うん、私も驚いちゃった。しほちゃんが笑うところ初めて見ちゃった。私だって笑うことくらいあるから。うんうん、そうだよね、そうだよね。あ、昼休み終わっちゃったね。そっか、残念。もっとお話ししたかったな。小羽ちゃん、しほちゃん、またお話ししようね。もちろんだよ。まあ、たまにならね。うさぎさん、こんにちは。初めての飼育当番だね。ちゃんとやれるかな。大丈夫だよ、うさぎさんたちのために頑張ろう。まずは掃除がスムーズにできるようにうさぎさんを一箇所に集めよっか。うん、そーっと後ろから。そんなに暴れないで。あ、逃げちゃった。うさぎ
さんって抱っこされるのが嫌いな子多いからね。でも大丈夫、ちょっと見てて。はいはい、ウサギさんこっちですよ。こんな感じでウサギさんを膝の上に呼んでおいて、よいしょっと。はい、こっちのお部屋でちょっと待っててね。え、簡単に抱っこしちゃった。まず私たちのことを怖くないって思ってもらうのが大事なんだよ。向こうから寄ってきてくれるのを待って、こんな感じでお尻を下から持ち上げてあげれば。すごいね。よし、私も。飼育小屋のウサギさんだし、人には慣れてるはずだから大丈夫だよ。ゆっくり焦らずに待ってあげて。それからそーっと包み込むようにお尻を。できた、抱っこできたよ。おめでとう、コハネちゃん。はい、その子で最後だよ。え？私が一匹抱っこしてる間にほとんどのウサギさんが部屋に入ってる。あとは掃き掃除だね。うん、みのりちゃん慣れてるね。もしかして中学校でも飼育員やってたり。うん、私動物のお世話が好きで、小学校の頃からずっと飼育員なんだ。話しながらものすごくテキパキ掃除が進んでく。家では犬も飼ってるんだよ。え、どんな犬？サモエドっていうモフモフな大きい犬で、名前はサモちゃん。サモちゃんか、可愛い名前だね。はい、チリトリ。ありがとう。コハネちゃんはお家では動物飼ってないの？うちはお父さんが飼ってるヘビがいるよ。白いヘビだからパール伯爵っていうの。ヘビ飼ってるんだ。ねえねえ、ヘビって触るとどんな感じなの？はい、お掃除終わり。あっという間に終わっちゃった。なんていうか、みのりちゃんいつもと、そのいつもと違ってテキパキしてる。気にしなくていいよ。中学校の時とかよく言われたし。動物のお世話は自信あるんだ。それに早くお掃除を終わらせれば。終わらせれば？コハネちゃんスリスリされてる。くすぐったい。あ、他のみんなも寄ってきたね。じゃあご飯あげよっか。うん、はい、どうぞ。わあ、すごい勢いでみんな食べてる。もぐもぐしてるところも可愛いな。癒されるよね。はあ、もふもふ、可愛い。この餌をあげながらなでなでしてる時間が一番好きだな。あ、さっき言ってた早くお掃除を終わらせればっていうのは。うん、ウサギさんたちをなでなでする時間がたくさん取れるの。やっぱり。ふわふわ、次の飼育当番がもう待ち遠しいよ。